エボラウイルス属とは、モノネガウイルスモクフィロウイルス化に属するウイルスの一属。ザイールエボラウイルスを模式種とする6種を含む、エボラ出血熱の病原体である。エボラウイルス属は、当時のザイール、現在のコンゴ民主共和国のエボラ川近くのヤンブクで発見されたザイールエボラウイルスが、初めての発見で、 1976年8月26日の44歳、男性患者の症状で判明した。はじめはマラリアを疑われたが、その後粘膜等からの出血と多臓器不全という強で、出血熱と呼ばれる症状を発症し死亡したことから、未知の感染症を疑われた。また、同年にはスーダンでも同じ症状の感染症が報告された。今日ではこのウイルスは、 スーダンエボラウイルスという別種に分類されている。1977年には、この二つの株が、同じフィロウイルス化のマールブルクウイルス属の新種化、変種と疑われていたが、同時に、新種のウイルスとして、エボラウイルスの名が提唱されていた。発見後しばらくは、マールブルクウイルス属と共にフィロウイルス属と分類されていたが、1998年に、1989年に、 発見されたレストンエボラウイルスと1998年に発見されたタイフォレストエボラウイルスと共に4種がエボラ様ウイルスとして分類され2002年にエボラウイルス属として定義された2010年には名称を変更せず再定義されているエボラウイルス属は発見からしばらくは確立した分類がされていなかった2000年に最初に発見されたウイルスは ザイールエボラウイルスと命名され、英名はザイールエボラウイルスと定められた。2005年には英名はザイールイボラバイラスと改められた。しかし多くの論文ではザイールエボラウイルスを指してエボラウイルスを用いるかもしくは並行して使っていた。このため2010年にはエボラウイルスの名称が復活している。国際ウイルス分類委員会では エボラウイルス属を指す場合には先頭を大文字にし、車体にしたイボーラバイラスを用い、主相名はイボーラバイラスと小文字で書かなければならない。エボラウイルス属自体の名称は2002年に初めて使われている。以上のことから、エボラウイルス属に関わる文章では何を指して用いているかに注意する必要がある。エボラウイルス属は重複の多いマイナス1本。 グサリアル n a ウイルスで、フィロウイルス化に共通する特徴である糸状に、集合した粒であるビリオンを持つ。糸は、大抵曲がっており、U 型、6型、杖型、コイル型などと、様々な形で呼ばれている。また、分岐している場合もある。幅は80メートル程度であるが、長さは974ナノメートルから1086ナノメートルである。 マールブルクウイルス属の長さは795ナノメートルから828ナノメートルであり、これと比べるとやや長い。また、培養環境では最大で14000ナノメートルの長さに達する。人と人以外の霊長類に対して非常に感染力が強く、人の致死率はザイルエボラウイルスで約90%、スーダンエボラウイルスで 約50%に達する極めて致死性の強い病原体である。また、猿、ゴリラ、チンパンジーに対してもしばしば致命的となる人獣共通感染症である。ただし、レストンエボラウイルスだけは霊長類への感染が報告されているものの、人は抗体が発見されているが症状はなく、感染しても人に対して病原体となるかは不明である。 2011年になって2つの独立した研究グループが人の遺伝子のうちエボラウイルス族の遺伝子変化の速度はインフルエンザウイルスの100倍以上遅い。これは B 型肝炎ウイルスと同程度である。マールブルクウイルス族との分化は数千年前程度と考えられている。はじめはマールブルクウイルス族と誤解されたものの、実際には遺伝子レベルで50%ほど。 マールブルクウイルス属と異なる。また抗原抗素反応性もほとんど示さない。自然界での正確な分布は不明だが、アフリカ大陸で最初の感染が報告されたこと。5種のうち4種が人獣共通感染症であることから、アフリカの野生生物がホストであると考えられている。フィリピンでのカニクイザルに感染していた。 レストンエボラウイルスは自然界でのホストと考えられており、アメリカ合衆国とイタリアに輸出されているが、それらの国や周辺において自然界においては発見されていない。エボラウイルス属のウイルスは症状が確認されていないレストンエボラウイルスを除いて人に対する感染力が強く致死率も高く有効な治療法もワクチンも存在しないことからエボラウイルス属は バイオセーフティレベルで最高レベルの4に指定され、扱われる施設は限られている。日本においては、エボラ出血熱は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一類、感染症に指定されており、病原体としては、エボラウイルス属の種すべてが一種病原体に指定されている。感染例の全件が直ちに届け出を必要とする。これは、 病原体であるエボラウイルス属の検出がない場合でも症状や初見から感染が疑われる場合も含まれることがある。初期症状は他の感染症でも頻繁に見られ最初の数日で患者がエボラウイルス属に感染しているのを見極めるのは困難である。なお、出血熱の名の由来である外部への出血は一部の患者にしか見られない。エボラウイルスは 世界保健機関のリスクグループ4の病原体に指定されており、実験室、研究施設で取り扱う、際のバイオセーフティーレベルは最高度の4が要求される。米国 CDC では、生物兵器として利用される可能性が高い、病原体として、エボラウイルスを最も危険度、優先度の高いカテゴリー A に分類している。なお、カテゴリー A には、エボラウイルスのほか マールブルグウイルス、アレナウイルス、天然糖ウイルス、ペスト菌、炭素菌、ボツリヌス菌、ヤト病菌も指定されている。ただし、毒性や致死率があまりにも高く、遠でする機会を得る前に患者が死亡してしまうことが多いことから世界的大流行には至りにくいとされる。ありがとうございます。